どうしたティア銅像なんか眺めちゃってええとても凛々しい姿の像だなって思ってうんそう言われればかっこいいよな誰かモデルがいるのかもよその銅像のモデルはピオニー陛下の3代前にあたる方ですよへえ昔の王様ってことですかそうですこの降雪地帯をリゾート地に開いた方でカジノやホテルも作られたと聞いております では今のケテルブルクの礎を築かれた方なんですねちっそれだけの切れ者であの美貌なら文句なしだったのに。